カリア夫人5時だらけの声明目議会団に大統領夫人メラニア氏は沈黙破る5時だらけの声明自身への非難に苦言警官死亡への言及は最後米 大統領夫人のメラニア氏11日夫の支持者らによる連邦議会議事堂乱入について沈黙を破った詳しくははじめくんブログへ